もう名著です。めちゃくちゃくですね。ツイッターでリポ送ったマジ名著書いてくれてありがとうございます。素晴らしい。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムの江戸です。こんにちは。お願いします。さあ本日はですね、はい、志望校別英文解釈参考書ルートということでね、今までも何個か英文読解の話とかしてるシリーズもあるんで、見たことない人はぜひ見といてください。今回はそれの英文解釈にフォーカスを当てた動画になります。イメージとしては日東駒線三金交流とかの中堅次第レベル、マーチカンカン同率とかの難関次第レベル、総計上智の最難関次第レベルの3つのレベルに分けた時に、このレベルだったらこの参考書をこんな流れで使っていきたいよね、このレベルだったらこうだよねっていう風にレベル別に話させてもらう。で、ああそういう風に英文解釈って勉強していかなダメなんだ、ああその参考書までの知識が入ってたらゴールなんだなっていう風なイメージをつけてくれたらいいかなと。ただちょっとまたこれ動画のね最後の方にも話すんだけど、英文解釈は参考書だけでできるようになるわけじゃないんだと、そう思ってたら落とし穴にはまってしまうから、ちょっと注意しておいてほしいことがあるんで、ぜひ最後まで見てもらえたらなという風に思います。はい。でまず3つのレベル、さっき言った中堅次第、難関次第、最難関次第に分けるんやけど、イメージはこう中堅次第がここまでだよねってなったら、難関次第はそれにプラスアルファ、最難関次第はそれにプラスアルファっていう風な感じで、結局延長線上にあるようなイメージになります、英文解釈の教材は。だからまず中堅次第話して、でそれにプラスアルファ難関次第ならこれで、難関次第にプラスアルファで最難関次第ならこれっていう風に話していくんで、まず難関次第のところだけ見ずに最初から最後まで見てもらえたらなという風に思います、うん、で1冊目はですね、知ってる人もいるかもしれませんが、ひじ先生の読解のための英文法です。もう名著です。めちゃくちゃくですね。ツイッターでリポ送ったマジ名著書いてくれてありがとうございます。素晴らしい。もうほんまに英文解釈のまあ言うたら基礎のキーを勉強していく上でめっちゃ簡単な、もう名詞の役割とか形容詞の役割とか、空って何、説って何っていう、もうその言葉の定義から品詞の役割まで、もうほんまにこれから英語を勉強していくんだっていう人がやるにはもう一番最適です。で一応有名どころで言ったら基本はここだとかも基本って書いてあるから、英文読解入門って基本はここだって書いてますね。入門も基本もね言ってくれてますね。言ってくれてるからねあのこれやんって思うかもしれんけど、あれまあまあむずい基本はここだを一冊目にする子は相当能力高い子です。例えば進学校で学校の先生がもうそもそも高校1年生の時からちゃんと SVOC を振って英語長文の解説をしてくれてて、ある程度名詞とか副詞とか分かりますよみたいな子だったら一冊目はひじい先生じゃなくて基本はここだでいいですけど、僕はあんまりそういった子に出会ったことがないです。なんでちなみに今井先生通ってた高校どこでしたっけ、はい、僕は北千里高校。北千里高校偏差値どれぐらいでしたっけ、はい、今やったら60から63ぐらいの幅にですよね。ですね。でその今井先生が高3の段階で勉強するってなって基本はここだ使えますかね、一番最初。絶対無理でしょ、ね、絶対無理でしょうね。めっちゃ苦手でしたからね、うん、だから60から65ぐらいの高校行ってる子でも無理ですよ。そうですね、英文読解入門はね、はい、65以上ぐらいの高校の子で、はい、ちゃんと学校で真面目に勉強していた子がやっと使えるぐらいのね、はい、ところだね。そうです、はい、なんで名前に騙されないようにだけ、うん、別に悪い参考書と言ってるんじゃないよ、順番さえ間違えなければ。めちゃくちゃいい参考書やからね、めちゃくちゃいい教材、めちゃくちゃいい参考書。選定されてる英文の内容もそうだし、うん、網羅性とか考えても基本はここだは名著なんですよ。ただ一冊目ではない、ひじい先生の後に基本はここだっていうような流れですね。はい、はい、質問です、はい、インスタの質問を受けたタイミングがちょっとイベントであって、はいはいはい、その時にやったんですけど、ひじい先生のものではなくて英文解釈シリーズの60は、まあ、最近出たじゃないですか、はい、その英文解釈シリーズの60でもいいんじゃないですかっていう質問が来て、もう今使ってるんだったらそれでいいよとは言ったんですけど、まあ、うちのルートとしては60は採用しないっていうふうに意思決定してるんですか、はいはい、それはなんでかっていうのをちょっと説明してみてください、はい。英文解釈の技術シリーズって、まあ、みんな使ってる人は分かると思うんだけど、左上に例えば今回の単元はこれだよね、ほんで丸に今回の単元はこれだよねみたいに、ある程度見開き1ページで単元テーマがまあ
固まってるじゃないですか、うん、で例えば難しいところで言ったら付帯状況の with の話でできたり関係代名詞の話が出てきたりとかっていう風になるんですけど、なんていうんですかね、結局そういう風なテーマごとに演習するときってある程度前提となる知識があって、それを一個一個こういうテーマに当てはめていったらこうなるよね、こういうテーマに当てはめていったらこうなるよねっていう風に基本的に解説がされてるんですよ、はい、で例えば S と V を見つけようみたいな、例えば単元だったとして、まあ、見てくれたら分かると思うけど、別に S と V を発見する以外に訳さなあかんとこ多いし、あれそもそもそうやな、確かにいやほんまそう、うん、そこにだけフォーカスを当てた例文じゃないんですよね。そうやねんな、ひじ先生のやつはそうなんですよね。ひじ先生のやつはもう完全にそうなんですよ。ほんまにもうそこは無理やんみたいなやつは入れてない、入れてないから、その詰まりにくい、そう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 、ひじ先生のやつは詰まりにくくて、やっぱり僕も英文解釈の技術シリーズを実際にやった人間やし、生徒とかにももちろん指示を出すけど、相当人を選んで指示を出してるつもりです、うんうん、あ、人を選んでっていうのは理解能力もそうやし、進捗状況も含めて、あ、今のその能力、理解力とか進捗状況だったら入門解釈7条を続けてもいいよっていう判断を下す時もあるけど、よっぽどのことがない限り一旦ひじい先生が言ってみたいに空とか説とかっていう、一旦そのもうほんまに当たり前なんだけど全然高校生受験生が当たり前に思えてないような簡単なところをまず入れ込むことによって、じゃあその入れ込んだ知識をじゃあどういう風に使っていくのかっていう風になった時に、英文解釈の技術シリーズを演習用として使う、だからインプット用として使うところに向いてない、解説の細かさ丁寧さ例文の数やったりとかをね考えた時に、だからそういう意味で英文解釈の技術シリーズを初手で選ぶのはあんまりおすすめはしてないです、ということで肘井先生になってると、はい、いうロジックでございます、はい、肘井先生英文読解入門基本はここだ、その次、まあ、ここまでが1コマ3金交流レベルと思っていいですか、はい、いや、そのここも非常に難しいんですけど、うん、基本はここだは名著なんですけど、英文解釈の言うたら回答が S とか V とか O とか C とかカッコ付けの回答がないんですよ、ね、そうやねんな。でただですよ、これないから使いにくいって思う子はもう絶対やらんといてほしいんですよ。いやほんまそうやねんでこれ、まあ、言われたらそらそうと思うかもしれないですけど、正直言って SVOC とかカッコの付け方の回答例があろうとなかろうと、日本語訳を見て、あ、今ここの部分ってこの訳やな、あ、でここの日本語訳って今この名就職してるなって、日本語訳見たら全部わかるんですよ。ひじい先生のやつをやるとか塾の授業とかでも何でもいいんやけど、あ、この振り方なんや、あ、で訳こうなんやっていう確認はしてるけど、あ、この振り方になるから、だからここが形容詞の空になってるから、ここの前にこうかけてっていう風に自分が振った把握した英文の構造に合わせて自分で日本語訳を作るっていう練習が足りてない子がそれを見た時にうわーと思うんですよ。5月に多い、5月にめちゃくちゃ多い、マジ多いマジ多いね、めちゃくちゃ、まあ、俺らもめっちゃ言うもんね、これ生徒にね、はい、うん、だから矢沢先生とかそれこそうちの英文解釈バイブルの映像授業とかやったら日本語に SVOC とか振ってはるじゃないですか、振る、あの感覚めちゃくちゃ大事なんですよ。 でその感覚がない子からしたら、つまり文構造の把握と訳出がもうつながってない、つながってない、英文に SVOC 振ってんのにな、振ってんのになんでこの日本語にするんっていう、やっぱり多いほんまに、そうなんですよ。でそこがつながってない子はもう基本はここだ、うわーと思うんで、もうそういう子は絶対にやっちゃダメです、絶対やっちゃダメですね。だから基本はここだじゃなくて入門解釈70に行ってくれても全然いいです。ただ理想を言うと、受験トークへの質問は LINE 登録後こちらのボタンをクリック、より流れとしていいのはひじい先生やって基本はここだをやる、で中堅次第はもうここまででも十分です、うん、ここまでで十分で、プラスアルファでやるんだったら入門解釈70ですね、うん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 、プラスアルファでやるんだったら中堅次第はここまででいいです。基礎100とか絶対いらないです、うん、基礎100いらない、いらないです、ここも絶対いらないです、うん、それだったらちゃんとその3冊復習してってな、はい、うん、なんで中堅次第レベルだったらひじい先生のやつやります、基本はここだができるならやってほしいけど難しい子もいてると思うから入門70に飛ばして入門70に行ってくれても全然 OK だよっていう風な形です。で解釈の技術シリーズの使い方とかは以前の動画でもやってるんでリンク貼っとくんでそこに飛んでぜひ見ておいてください。難関次第だったらプラスアルファ何するのっていう話で、入門70は挟んでても挟んでなくてもどっちでもいいんですけど、ひじい先生やって基本はここでやって基礎英文解釈
の技術100ぐらいまでができてたら十分だと思ってます。いや十分よ、あの、ね、ここまでで十分っす、うん、そこの前までの日駒三金交流レベルのやつに関してはそもそも英語に SVOC を振ったら読みやすくなるという概念すら分かってない子がやる参考書なんですよ、うん、でここまで来たら分かってるんですよね。もう SVOC 振った方が明らかに日本語訳しやすいし、うん、ただそれを全部英語長文の中で SVOC 振ったら時間が足りひんからどういう風に楽して読んでいくか、うん、でも難しい英文が出てきた時に SVOC 振りたくなってっていうような子が基礎100ぐらいまでですよね、はい、これがねまた難しい難しいまた難しいんですけど演習ですよ。ここまで来たら英文解釈、うん、そうなんですよ、うん、アウトプットなんですよ基礎英文解釈技術100とかもね、うん、それでつらつら SVOC 振れるようになればある程度難しい英語長文の中で難しい一文が出てきたとしてもそんなに困ることなくさばけちゃうと、うんはい、いうような感じでございますね、はい、でまたここから定義が変わってきます英文解釈、はいはい、ただこうちょっと難しいのが難関次第って一括りにした時に、うん、例えば同志社立教明治青学とかこのレベルになってきたらもうちょい英文解釈の練習したいかなって思う子も出てくると思うんですよ余裕があれば、はいはい、だからもし他の科目の進捗にもよるけど余裕があればポレポレまで入れてるとなお良いかなぐらいです。もうこれはね英文解釈マジで楽しいっていう風に思える子じゃないとやっちゃダメですよやっちゃダメです。でめちゃくちゃおもろいんですよポレポレ参考書として英語の参考書の中で多分一番おもろいやってて一番おもろいです、うん、西先生ようこんな英文拾ってきたなっていう、ね、もうライオンはやらなくていいですけどねライオンはカンカン取りちまじれるうん、まあ、そういう感じですね。だから、はい、だからそういうところはポレポレまで手を出してもいいですけどポレポレをやらないと受からないは絶対にありえないんであくまで基礎英文解釈の技術100までで十分だと思っていてください、うん、で今話した通り最難関次第とかだったらもうポレポレまでやりましょう。ポレポレレベルライオンマークも含めてそこのしっかり文章の狙いだとかがつかめるようになっておいてほしいです。でポレポレと英文解釈の技術シリーズで一番違うところは後で落とし穴の話にも関わってくるんですけど英文解釈の技術シリーズって左上にテーマ書いてあるんで出題者の意図を汲み取るのがめちゃくちゃ簡単なんですよ。だから例題見た瞬間にそうやなあこれこれってなるんですよ。そうやなでミントこうと思ってもどっかで目入るし入るだからもうどうしても見えちゃうっていう風なところがあるんですけどポレポレははい1題目何が問われてんねやろっていうそのめちゃくちゃ思考能力問われるんですよ。そうが楽しいんですよっていうのが楽しいっていう子しかやったらあかんやったらあかん、うん、でそれがライオンマークになればなるほどえ何聞かれてるのいやほんまにみたいな今までの武器のどれ使ったらええねんみたいなアビリティってエイブルの名刺やったんって2本目で僕衝撃でしたもんマジってな後ろトゥードゥー続いてるとかねなんぼでもおもろいやつ出てくるんでねほんまにあるあるやったことある人しか分からへん分からへんそういう意味でポレポレは全然解釈の技術シリーズとは違います毛色が。ただそういう出題者の意図を汲み取ったりとか和訳の問題でこれ何の構文が問われてるのかどんな訳し方が望まれてるのかっていう出題者の意図を汲み取るためにやる勉強としてはめちゃくちゃいい練習になりますポレポレは。だから早慶上智を目指すレベルの子たちは基本的にはポレポレまでやるのが、まあ、理想です。別に基礎英文解釈の技術100までやったらある程度できちゃうよっていう子もいますよ。ただポレポレまでやってた方がより良いっていう話なんでルートとしてはポレポレまでが入るかなというふうには思うんでそういうふうな流れで勉強しておいてほしいです。まあ京大医学部に行ったユータの話はまあ僕よくしますけど、はいはい、ユータは京大の二次模試で全国1位取ってるんですよ英語、はい、でユータの計画を組んだのは僕なんですけど、はい、英語は一番最初2年末ぐらいでポレポレです。でそこから投資図っていう感じでもう参考書はもうそこまでぐらいでいいんで、はい、あとはもう演習やって丸付けする採点する添削するっていう感じでいきましたんで東大京大の二次の英文和訳綺麗に書きたいっていうような子がやるような参考書ですからね、はい、ポレポレとか投資図とか、はい、まあそこら辺は臨機応変にやるかやらないかっていうのを、まあ、次第の子だったら決めてくれたらなっていうふうに思います。 OK ですか。整理するとまず肘井先生のやつやります。理想やったら基本はここだやります。ほんで中堅次第だったら入門70で難関次第の子だったら入門70飛ばして基礎英文解釈の技術100で十分でしょう、うん、でそのプラスアルファで最難関次第の子だったらポレポレまでやるがベストです。でですよ僕が最初に言った落とし穴なんですけど、はい、そもそも英文解釈の目的見失ってないって思うことを話したくて、はい、みんな英文解釈って何のためにやるって聞かれた時にちゃんと答えれる？英文解釈の参考書をやれば英文解釈が完成するって思ったあかんでっていう話。これはちゃんとね理解してみてほしいなと思いますよ。最後まで見てくれてありがとう。
この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので概要欄からぜひ登録してください。